なまだオープニング慣れてないようですね。もうていうかもうニャーのタイミングが遅いね。予測してこいよもうだんだんでございまして、まあね東京なんか雨降ってますね。昼も降ってなかったよね。びっくりしました。今日もあの朝から、朝っていうかまあ午後かな、稽古場入りましてずっと舞台の稽古をしてたんですけれども、でそう出てきたら結構降ってて、あこんな感じかと思って、まあとりあえず寒いなというところだったりするんですけれども、まあそんな中ねハロウィンねもうどうなんいやもう毎年言うよ、いやもうほんまにもうこれここ3年ぐらい続けて言うてるよね。もうどうなんハロウィンって、ま俺ほんまにこうなんかこんなになるってさ、いいけどなんかさ、いやまあこの間も言ったんですけど、ちょうどハロウィンの時期にねまあ仕事ありまして、で急遽深夜にですね中央区の方に行かなきゃいけない、でやむなく六本木を通らなきゃいけないんですよ。もう大渋滞ですよ。でも10もういやって言ってももう12時超えてたよあれ。でも大渋滞ね。私も巻き込まれました。あ、それ歩いてて車で渋谷駅、ね、タクシーのロータリーで40分待ちましたからね。タクシー乗り場ですよ。歩けよもう六本木までは。もうそんな格好してんと歩けよっていうね、まあいいですけどね。ということで最近はもっぱらベーラの妊娠時の稽古中でございまして、いやもう大変よ。稽古場でコスプレしてるとかっていう噂を聞いたんですけど、そうです。あ、なんでご存知ですか。私エリアンナとあそうかビズで共演して、そうかそうかミュージカルで、そうそう、はい、アンサンブルのねあのうちのキャストの中にいる子でなんかこう発案でなんか一緒になんかせっかくハロウィンで稽古場なんでちょっとパッと明るく、あエリアンナ発案なの確かそうだったんちゃうかな、まあなんかまあでもそのみんながやって、いやでも俺ねまあなんですけどみんな結構ねいやいいんですけど俺はしゃいでいいもんかなと。あでもなんかそのグループに乗らないのもなんか座長、そうなんですよね、そう座長としてどうなのと、なんかみんなを率先して引っ張って楽しくするのがお前の仕事なんじゃないのって言われたりするのもどうかなと思うので、たまたまですけども T シャツでこうひっくり返すと内側にプリントが入ってて、はい、こうかぶるとここにね手書きのモンスターが書いてある T シャツがあったんですよ。それだけ着てって、でパッとだからみんなアンサンブルもみんなスーパーマンとかみんなそんなスパイダーマンとかなんかをしてますよ。そんな中あやっぱりねなんかもうあこの人ノリ悪いなみたいなテンションだったんですけど、いやそうじゃないよと、俺だってちゃんと分かってるよっていうのをやりましたけど、いやでもなんかなあ、いやいやまあそんな中で、ね、まあコスプレっていうか、まあ、っていうかよく考えたら僕コスプレみたいな格好で生きてるんです最近ずっと20年近くやってるんです。ずっとコスプレもコスパあるコスパみたいなのなので考えたらそうなんですよ。で言ったらちょっと時期がずれましたけど昨日一昨日かな、はい、渋谷のね109の前でここの度小泉聖輝さんっていうところのドライヤーの、はいはい、その要はこうすごい強い風力のドライヤーが出まして、まあ、それで風っていうのでまあなんか風って言ったらまあねみたいな感じもうそうもう風が吹けば桶屋が多かるとか言いますけども、僕はもう僕のところにバンバン吹いてこいと、もう俺しか儲からないでいいよっていうぐらい、まあでも本当にいただきまして、それでまあちょっとあの風神様みたいなちょっと格好でちょっと今そう全国の駅張りとかデジタルサイネージとか品川駅のねちょうどあの新幹線乗り場とかのデジタルサイネージにはブワーッとなったりとかして、ぜひよかったらその様子とかねまたねなんかいろいろメールとかで送っていただけたら嬉しいんですけども、さあアシスタントの増田さん、髪切りました、髪切りました、やっぱりねだいぶねさっぱりして、で人みたいな、何ですか、いや何でもない何でもないもうやだわほんまにこの番組怖くて、なんでやのよなんでよ、まあ、この折好きですけど、うん、なんかほぼおちんちんみたいな、いやシルエットがもう石川さんおちんちんしか見えるんですよ、何なの何ダメです、いやでも家飲みを後ろ向いてみーさん後ろ
後ろ向いてみてさ、きっとやもうマネージャーさんに怒られますよ。大丈夫、ゴミちゃんの効果許可取れてるから大丈夫。社長さんの名前出さないでください。社長の許可取れてるから大丈夫。マスタユカです。キトーさんときっとさんです。もうほら、もうこういうのねブログとかにめっちゃくるんでやめてください。またいいところに分け目あるね。もういいとこにパクッなってるやん。もうほんまいや、何ウーパールーパーみたいになってるやんか。ほんまいや、いや私もコスプレとかあのハロウィンとかそういうするする、いやあの私も南南派で、ああなるほどね、あのそういう行事の日に合わせてみんなが盛り上がるパーティーとかが嫌いなんですよ。あそのなんかね、女の子とかお腹見せたりする天使とか、うん、やるやんか、バニーちゃんとか。今年とかはエルサもめちゃもうどこ見てもエルサばっかりやってる。セーラームーンもすごかったです。ああ多かったね、確かに。ああいう味を占めた感じの女子が苦手なんですよ。わかります、なんか私可愛いの今日ちょっと可愛くしちゃったみたいな感じがもうすごい苦手で。いや嫌いじゃないよそのノリ。もうすごい嫌なんです。全然嫌いじゃない。でもやっぱでもさ、とはいえやっぱこう誘われたりとかするやろ、女の子同士でみんなさ、やろうやるからさとか言って、じゃあセーラーマーキュリーみたいな。ああやんないですね。トイレットペーパーとかやりたいんですよ、ゴミ箱とか。あやるんやったら。なるほどね。なんかあのナースの服でちょっと傷ついておっぱい見えそうで血流れてるとか、なんかちょっとそれ味しめてんじゃんのみたいなやつがもうすごい嫌なんですよ。なんかこの子などうしたんやろな。いやほんまに嫌なんですよ。いやでももう何もせんでもええやんか、もう何もせんでええやん、うん、おちんちんですって言ったら。そのくだりもそれはなんでさ、それは違いますけど。えなんかさ、増田さん何もしてきてないじゃんとか言って、えしてきてますよ、魅力見てくださいよ、ほぼちんちんでしょ。もう最悪。なんでさ、これからそれでいきんさ。もう絶対もう来ないですよ次から。なんで番組。だってゴミちゃんの服が取れてるもん。出さないでください、社長の名前出さないでください。はい、さあさあ行こうか。そんな中お送りしていく今回の家飲みなんですけれども、ちんちん今回のゲストはこの方々です。はい、今夜のゲストはですね、家飲みには去年のニコニコ町会議以来2度目の登場となるキュートの皆さん。あそんななるか。2005年にハロプロキッズオーディションの合格者を中心に結成され、うん、2007年にメジャーデビュー以降、何度かメンバーの卒業を経て現在は5人で活動されており、去年の9月10日、はい、キュートの日には初めての日本武道館での単独ライブを成功させました。嬉しかったやろなこれな、ね、はい、リーダーの矢島さんは埼玉県出身の22歳。まゆみちゃんは私、うん、高校が一緒で、あ同い年なんです。へえ、じゃあもう前から知ってる。知ってます。へえ、けどグループはまあ違ったんですけど、すごいあのなんていうんやろ、正統派な感じのまゆみちゃんはそっちタイプだったんで、私わちゃわちゃしてたんですよ。はあ、はあはあ、クラビゲへみたいなやつ。そんなんちゃいますけど。そんなんじゃない、はい、ベリーズ工房のユニットのベリキューとしても家飲みに出演されており、はいはいはい、うん、今夜が3度目の登場。わんこそばを10分間で87杯食べた記録を持ってるそうです。すげえやん。で中島さん、ほぼ飲んでるやん。埼玉県出身の20歳、バツイチ独身で、バツイチで独身、50代の売れない演歌歌手、中禅寺亡き子という別キャラもあるそうです。なんなんこの友近みたいなやつ。で、おかえさんも埼玉県出身の20歳、はい、尊敬するミュージシャンが氷室京介さんという大のボーイファン。こんなん言うてたっけ。萩原さんも埼玉県出身で18歳、ハロプロのオーディションを受けるまでつんくさんがシャランキューのボーカルだと知らなかったそうです。まあ、おかえさんちね、埼玉のビッグダディって言われてるぐらい、家族構成に難があるっていうね。あ、本当にそうなんですか。そうそう、すごい。だってまだ小さい血のみ子がいるはずですよ、家族に。血のみ子すごい、もう上の子と下の子の差がもうガンガンで、もう本当だから結構姉御肌的な感じなんですね。あ、そうなんちゃう、そういうとこもあるんかも。そんな感じで見えますよね。はい、ということでございまして、そんなキュートの皆さんにすでにユーザーの皆さんから質問のメールが届いているので、西川さん紹介してください。大阪府、メソポタミア、キュートの皆さんに質問です。他のアイドルと共演した時に抱きつくふりをして背骨をへし折ってやったことありますか。どうなんだろうね、現役モーニング娘。の若手のメンバーとかのはもう折る気持ちで言ってるんだろうね。おはようみたいな気持ちで。うん、いやもうほんまに、だからこう脇とかはもうなんかもう好きがあったらもうほんまに一番こう弱いとことか関節とかはもう絶対行ったろう思ってる。出られへんようになったらええねんと思ってる。ほんまひどい。どんな神経してんねやろ。怪我した
ええねん怖いわ捻挫して長引いたらええねんそういう気持ちでひどいひどいそうそう今すぐ肉離れすぎやひどいですよ道重さんおれへんだったらお前だけやみたいな最悪ですよ道重さんがおるからまだギリギリやって立ってるけどお前ら道重さんおれへんだったらやったからなみたいな日のうちでいいんだろうないると思うよ、うん、ちょっといや楽しかったな今さあ富山県ローズローさんキュートの皆さんに質問です。キネナオトのおちんちんにグレープフルーツを刺したことありますかグレープサワーあちょっと、ちょっといやなんで私のこと見るんですかちょっとやってもうて俺グレープフルーツ持ってくるからちょっといやちょっとこれもうキネさんも50代やからもうほぼもうちょっとぐったりしてるはずやからこうなんかなこうなんやろかもうやめてくださいよほんまにこの周知プレーすごいなんかすごい稽古疲れが一気に吹っ飛んだ明日広島元気で行こう頑張る今回はゲストの所属事務所がちゃんとした事務所なのでこの手のメールはうーん読まれへん一切送ってこないでくださいもっとマシな質問待ってます振り振りこれちゃんとしたのね。まあ、メールは番組ホームページのメールフォームで受け付けています。はいはい、お待ちしております。フリかな。フリなの。フリじゃないです。来た来た来た。おちんちん。はい。ほんまにちゃんと名前で呼んでください。来た。お邪魔します。はい。お邪魔します。よろしくお願いします。めっちゃ持ってきてる。どう持ってきた。めっちゃいっぱい今日は持ってきました。久々やんか。そうなんですよ。久しぶりです。なあ、キュートの皆さんです。自己紹介まずお願いします。はい、キュートのリーダーの矢島真由美です。よろしくお願いします。どこが仲いいねんな。同じ学校で一緒でしたね。クラスがずっと違うかったから、ちょっとお久しぶりな感じです。目合わせへんやんか。いやいやなんでそれなんでます。そういうこと言わないでくださいよ。はいはいはい。そして萩原舞です。よろしくお願いします。いつもこれぐらいのテンションやな。そしてはい、岡井千里です。よろしくお願いします。まだ弟か妹かが小さいのな。そうなんですよ。いくつやったっけ。1歳です。すごくない。一番下の子が1歳なんですよ。弟なんですけど、はい、すごくない。すごくない。すごいすごいやろ。お父さんとお母さんどうしたのかなって感じで。わかんないけどね。わかんないけど、全くわかんないけど、はい、だってさ、これこのパターンって大体お父さんとお母さんが別れちゃって、うん、でなんか新しいお父さんとか新しいお母さんみたいなことがあったりするじゃん、うん、違うもんね。そうなんですよ。もう無事に血液検査はお父さんとお母さんだったんで安心しました。ずっとずる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 付き合ってる。いや、そうですよね。そうでしょう。おかいちゃんすごいです。そして、はい、中島さきです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さきちゃんとか大丈夫。あ、大丈夫です。子供はもうあの中学2年生止まりなんですけど。ああ、そう。あ、でも、はい、妹か弟がいるってこと。はい、いますね。3姉妹の真ん中です。いくつ離れてるってことじゃ。10今18だっけ。今20歳なんだ。じゃあまあまあ離れてるっちゃ離れてるか。そうですね。でもうちもまあ下の妹と8つ離れてるからな。そこら辺までまだね。おかいちゃんともすごい。いや、すごいですよ。仲いいですよね。もう自分の子供みたいですもん。そうですよね。そうか。下手すりゃそうやもんな。じゃあ座っていただきましょう。すいません。よろしくお願いします。今日は4人で。うわ、おかいちゃんとか大人なったな。本当ですか。やったね。うまい。ほんまに鼻くそみたいな顔してた。いやいやいや、だから髪型もさ、なんか、はい、前までなんかさ、うん、ちょっと女っぽくなった感じするし。本当ですか。でも女っぽくなっちゃいけないって言われてて。え、そう。そう、だから今髪の毛切れって結構周りのスタッフさんから言われてるんですよ。でも最近一人でほらなんか番組出てたりとか。そうなんです、ありがたいことに。びっくりしました。ありがとうございます。うちのハードディスクが何を血迷ったのか、若ちゃんが出て番組撮ってて。何ですか、血迷ったの。あのほら、歴史君と一緒に出たりもしてるんですよ。はい、一緒に。あと大の字の大谷さんと。あ、そう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 。いや、それでびっくりして、へーと思って。他の皆さんそれぞれ一人で動いたりすることも最近増えてきたでしょ。
そうですね、チョコチョコラジオとか、ね、はい、はあ、なるほどね。ということでございまして、はい、飲み物どうしますか、ね、さあ、お土産もありますね。そうなんですか、お土産大量に、はい、はい、はい、これ結構いっぱい、あ、すごい、行くってどっさりしちゃっていいですか、好きなやつ出しちゃっていいのかな、いいですか、これだ、いいよ、出してもらって、懐かしいのが多分あると思いますよ。なんでしょうね、いや、わかりますね、これ楽しいやつや、修学旅行みたいに、いい、結構買って、あ、全部反対に言えた、いやいやいや、スモモ、すごい、これ乗り切らない、懐かしい、いや、うわ、これたまらんやつやな、懐かしいですよ、ほんまに、あ、懐かしい、懐かしい、こんな久しぶりにこんだけたっぷりみたいな。さあ、4人何飲みますか、どうしよう、何飲む、私コーラで、おかちゃん、おい、コーラ、コーラありますか、コーラ好きだよね、コーラ大好きなんですよ、うそ、酒飲むんちゃうの、あ、お酒もちょいちょい飲みますね、二十歳になったんで、まあまあね、二十歳、二十歳組はだって2人か、あ、いや、3人です、あ、もう3人、まいちゃん以外みんな急騰は、あ、はい、あ、そうなんですよ、そうなんだ、そうなんです、へえ、じゃあ、まあ、とりあえずじゃあコーラで、はい、あとは何ありますかね、コーラないかな、ウルンチャだったら全然ウルンチャで、いいよ、コーラでいいよ、あ、私何、矢島さんはゆずのジュースとかあるかな、ゆずジュースが好きな、ゆずジュースないかな、え、何ゆずジュースってなかなか出づらいじゃん、中島さんは、確かに中島は炭酸系で、炭酸系炭酸系でシュワッと気分かなみたいな、シュワッと気分、どうしますか、私、ジャスミン茶で、ジャスミン茶で、はい、ジャスミン茶で、じゃあみんなで飲みに行ったりとかするんですか、あの、それがなんかみんな一緒に飲んでくれない、あ、まいちゃんは飲めないんですけど、うん、他のメンバーがなんかあんま飲んでくんないんで、っていうかさ、なんかこうこんだけ長いわけじゃん、はい、もうだって本当に小学校だったでしょ、はい、最初、そうですね、でも小学校がずっと一緒じゃんか、はい、それがこうもういるとっていうか、わざわざもう飲みに行ったりとか飯食べに行ったりとかしないんじゃないの、するよね、パンも食べに行きます、みんなもつ鍋大好きで、あ、そう、もうめっちゃ食べに行くよね、へぇ、あ、じゃあキュートはまだみんなまだなんていうの、なんだよ、そういう目で見るんだよ、そういうことじゃなくて、別にな、そういうことじゃないよ、はい、そんな他のハローのみんなはバラバラになってるとかそういうことじゃなくてね、キュートはじゃあツアー行きました、じゃあみんなでご飯食べ行こうよとか行ったりすることはあるってこと、うん、もう全然します、全然結構しょっちゅうだよね、はい、しょっちゅうですね、なんかほら、うん、ほんと、でもほら結構ほらハローでさ、いわばこうツアーみたいになったりとかすると結構グループによってバラバラになったりとかするところもあるっちゃあるでしょ、はい、でもキュートでいるよね、うん、そうですね、そうですね、ハローみんなの大部屋とかになった時も、うん、キュートはキュートで固まってたり、あ、なんかお店を貸し切ってみんなも全員でハロー全体でご飯とか食べる、うん、あ、そういうことが、まあ、でもそうなるとまあね、うん、中でベリーズの子と仲良くなったりとか、うん、推しだったりとか、うん、まあ、そういうのがもうそういうので、まあ、ぐしゃっとなるから楽しいか、そうですね、まあ、それはそうだよな、うん、まあ、そんな中でその若手のモーニング娘。だけをこうグッとにらみつけて、いやいや、もう最近のモーニング娘。の子たちは私たちのやっぱりこう後藤さんだったり阿部夏美さんとかがいた頃とは違って、まあ、そうでしょう、もうすっごいくっついてくるんですよ、先輩みたいな感じで、私たちね、なんか後輩だったから昔あんまりそういうのできなかった、できなかった、なんか近寄り、あ、すみません、お茶しかないです、お茶しかない、結構お茶しかないです、あ、そう、しかもお蕎麦しかも、なんかグラスも違うしね、まあいいか、まあいいや、はいはいはい、お茶しかないですね、いいよいいよ、はい、あ、じゃあごめんね、ありがとう、ありがとうございます、はい、どうぞ、ありがとうございます、ごめんね、お茶しかないみたい、お茶大好きです、ほんと、はい、はい、じゃあすいません、久しぶり、1年半ぶりぐらい、1年ちょっとぶりぐらいか、そうだね、ということでございまして、じゃあ皆さん参りますよ、まずはてかその前にキュートの日初武道館おめでとうございました、ありがとうございます、乾杯でいきたいと思います、はいはい、乾杯、乾杯、いいね、いいですね、うん、さあ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 早速いきましょうか、はい、すげえな、こんだけあると思う、すごい、どんなことになってんだこれ、何から食べて、今回ゲストの皆さんに事前にアンケートをあれこれ伺っているので、ね、早速ご紹介していきましょう、いろんなことあるでしょう、はい、最初の質問こちらです、はい、自分の知られざる一面を教えて、
お知らないぞ、一面。その答えがこちらです。お父さんへの反抗期がひどかった高島さん。あーね、あ、私ひどかった。メンバーがあーって言うぐらいってことは知っていたよ。やばい。一番びっくりしたのあれ、桜チラリの、あれ、あれ、あれ事件。いや、まずお父さんと一緒の空気にいるのが嫌だったね。一緒の空間にいるのが嫌だった、ね、本当に。なんで反抗期ってそんなに言うんだって自分でも今思うんですけど。ショックやで、お父さん。お父さんがお仕事に迎えに来てくれて、うん、あ、迎えに来てくれてるのにもかかわらず嫌なんですよ。もう一緒なのが帰りの40分ぐらい車の中もずっと沈黙だったりして。お父さんはげちゃいそうだね。はげちゃうよ。まあ大丈夫だった。その時今もうちょっと年齢であるかもしれないけど。なんか、うん、めっちゃ酸っぱい匂いする。酸っぱい。でも食べよう。何食べ？食べよう食べよう。え、どういうことそれ？好きなもの。そんなひどかったの？ひどかったですね。そういうの食べたい。桜チラリ事件っていう千里のやつは、どういうこと？あのデビュー曲が桜チラリだったんですけど、うんうん、なんか歌わりとかそういうのまだ少ない多いに慣れてなくて、はいはいはい、全然なかったんですよ。で、うん、あのもうなんか意味よくわかんない、私必要あるのキュートにみたいな感じになっちゃって、まあ、な悩んじゃうな悩んじゃうな、そうで、うわーってなっちゃって、うん、うわーってなって歌詞カードをぐしゃぐしゃぐしゃってやろうってとしたんです。そしたらお父さんが、うん、ぐちゃぐちゃするなみたいな感じで言われて、でもラッキーのパパがそんな大声出すイメージないんですよ。結構おとなしいお父さんなんですよ。優しいパパ。なんかそれみんながいるところでそうなったってこと？いや、あの車二人っきりの時に、その話を聞いた時に信じられなすぎて、あ、お父さんがなんかもう一回見たいみたいな。ね、不謹慎だけど。そうね、お父さんもう一回切れてもらっていいですか？なかなかないな。本当や、もう怖いわ。はい、そうですね、一緒にいるのが嫌だったけど、でもみんながそんななかったもんね。いや、私お父さんの反抗期なくて、うん、ずっと大好き。あ、お母さんとはちょっと揉めたんですけど、ま、うん、ちょっと揉めたけど、でもなんかもう空間いるの嫌いとかはなくて、うん、お父さんのことずっと大好きなんで、ラッキーを見ててどうしてこうなっちゃうんだろうってずっと思ってて、なんかほら、仕事場終わって仕事終わりました、だから当然こう迎えに来てくれてるわけじゃん、うん、はい、たださ乗り込む時とかにさ、もうバイバイ、また明日頑張ろうね。こいつみたいな、こうその表情の変わり方でちょっと信じられなくなったりとかしない？普通たまにいるのよ、男の子とかでもな、実家遊びに来て、遊びに来てやとかって、うん、おお、うん、まあええかと思って行ったりとかすると、夕飯時で なんとかちゃんもうすぐご飯、うるさいねんぐれ。家では、うん、そう、なんか俺らとかはそう、なんか、うん、今日な、あのこの間こうってゲームあるし、みんなでやろうやろうみたいな、うん、そう、俺も別に行くとこあるしな、いや今日行こうなみたいな、うん、でも、あ、だからもう行くみたいな、じゃあ2、3人ぐらいで行って、じゃあまあやろうかーってやつで、なあとか言って、なんかなあ、こうあれお菓子とか食べるみたいなやってて、あ、もう別にいらんで気使うんだって、もうすぐ帰るしとかやってたら、なんかね、下2階に向かってお母さんが階段越し、なんとかこう、もうすぐ晩ご飯、ちょっと待っててな、ちょっと待っててな、いけんしよるやん。別に、そうで、なんかもう一緒に行ってるやつと帰ろうなあ、帰ろう、もうやりづらないとか言ってってなってんのに、全然俺もちょっと帰るわ、俺らもう別になんかそんなあれやったらご飯食うやろ、別に帰るわ、うん、いかんとってなんでやねん、それ優しいの。もうみんなありすぎるって言ってるから、あるある、関西とか、そうそう、いや、もうちょっと行ってよ、全然そんな、まだ全然そんなことないし、マジで、うん、まあ、もうちょっといるけどとか言って、なんか、え、いらんのか、いない、食べへんやったら、ちょっと待っててな、俺ら言うてるやんけ。もう帰ろう、もうこんなとこいられへんわ。男の子ってそうなのかな、ね、ちょっとやっぱ、そう、なんかちょっと、ね、ちょっと母親のそういうのが恥ずかしいみたいなさ、あ、なんかほら、家族と仲良くできないっていうか、なんかそういう見られたくないとか、なかったんですか、そういうのは。あ、気になる。俺、うん、俺あんまなっていうか、もう結構早いうちに俺一人で、そっか、ていうかうちあんまりいない人っていう、あ、いないんですね、うん、いない人の方か、うん、なんか中学ぐらいからなんかいつ帰ってきていつ生きてるのか分からない。
ぼんやり、そうですね、そう、なんかぼんやり生きてましたね。はい、続いての質問、はい、こちら。デビュー前に妄想してたサクセスストーリーは？まあまああるでしょうね、だってね。その答えがこちらです。萩原と2人で WU みたいになるはずだった言ってた、はい、言ってた。なんか私たちが、私たちが入った当時、加護さんと辻さんがもう2人仲良しみたいな。そうだね、そうだね。で、私たちもそのハロープロジェクトキッズって言って15人合格した中の一番年下2人だったんですよ。なるほど。で、私たちも将来加護辻さんみたいにグループ組むんだねみたいなことをやってたんですけど、やっぱりお二人さんよりかは何も知られてないし、なんか何もなくこのまんま来たよね。そうね、なんか仲良しだったので、多分すごい仲良しで喧嘩とかもしてて、もうずっと一緒にいるみたいな感じだったので、きっとうちらはそういう感じになるよねとか言って小さな話したんです。でもそういう風なの、だからほら、まあざっとさ、エッグでさ、はい、ドサッと来て、そこからこうチーム分けみたいになってたんでしょ。そうです。キュートチーム、ベリーズチームとかこう分かれてたじゃんか。分かれました。そうですね。あれって急にこう呼ばれて、お前今日からキュートみたいな感じになるわけ。もうそう、レッスンの最中に急にカメラがガーッと入ってきて、スタジオに、で今から名前を呼んだ人は別のスタジオに移動してくださいって言われて、呼ばれたメンバーがベリーズ高校だったんですけど、はあ、なんか喜んでる声が聞こえるねみたいな。そう、ビーヤーみたいな。で、うちら何あ、そうか、呼ばれて抜けてったこっちがある種合格みたいなテンションになったっ、はい、カメラも全部そっちについてたんですよ。私たち取り残置いてかれて、はい、でもそんなもんすぐ教えてくれなかったのよ、うちらに。でもなんか端っこの方に呼ばれて、まあとりあえずみたいな、グループ組むことになったからあ、終わったなみたいな。まあそうやな、そう、まあ、ありますね。いやだってな、だってまあ言っちゃ悪いけど、なんか、あ、なんかあぶれた感じっていうか、あまりもんなんみたいな感じには感じてまうもんな、だってな。だからそれから結構そういう風に呼ばれること多くて、あ、そう、残りのみんなこっちおいでとか、あ、ベリーズ工房と残りのラスそうか、うわ、きついな。でも結構その時はね、しかも番組でもね、言われたりとかして。そうですね。あ、そう、うわ、それちっちゃい小学校ぐらいの頃にさ、その扱い受けるとさ、トラウマになるよな。でもまだ残り物ってパッて言われた方がマシだったというか、もともとハロープロジェクトキッズとして合格してたんですよ。ああ、そうか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 。で、ハロープロジェクト全体のラインナップの時とか、各チーム呼ばれるんですけど、ベリーズ工房って言われて、ハロープロジェクトキッズってもう一回呼ばれた時に、なんかベリーズ工房は名前あるけど、名前ない子たちのハロープロジェクトキッズみたいな感じに言われてたから、その方がなんかしんどかったですね。ベリーズもハロープロジェクトキッズだよねみたいな。ああ、そうかそうか、なるほど。なんか一人だけ出世した人たちみたいな。ね、なんか AKB とかでは、まあでもグループ分けはまああれも運営がやるっていう感じなんだっけ。まあ、そう、私は2期生として入って、はいはい、まだ売れてない時に入ったので、うん、逆になんかそういうのがある前にみんなで頑張って紅白まで出ようっていう段階だったんですよ。ああ、なるほど、そういうことか。それやったら多分研究生とか売れてからの研究生たちがそういう感じやったんかなと思いますね。ああ、でもそうだよね、やっぱ、うん、正規メンバーになるために、そう、正規メンバーっていうか、その言えばそうだね、その非選抜の子たちのマインドってやっぱりな、いや、あると思うよ、うん、非選抜の子、いや、あります。他の子たちって言われるのが一番辛いですよね。もう、そうなんです。もう俺も非選抜の子たちの気持ちを思うと、もう本当に何とも言えない気持ちになるもんね。俺どっちに感情移入してるか辛いけど、まあまあ、行こう行こう。はい、続いての質問がこちらです。はい、言われて一番悔しかった言葉は。はい、うん、その答えがこちら。バックダンサーの皆さんどうぞ。萩原さん、なかなかきついな。なんかこれもまあなんかあれなんですけど、なんか AD の方にちょうどその時のシングルかなんかが、まゆみちゃんと今日欠席して鈴木愛理ちゃんが2人がメインの歌だったんですよ、うん、で私たちはどっちかというと合いの手みたいな。でもダンスね、ダンスとかってことね。で、それそれみたいな。でも、盛り上げたいみたいな。でも、ハローっていうかさ、
あのツッコんの書く曲ってそういうの多いもんな。でもそれが売りやもんな。なんかキャレルみたいな恋する思いがマイダーリーみたいな。すごい思ってた今。なるほどな。いいやいいや。そういうのだったんですよ。でも私たちは、まあ、今回はそのシングルだからもうそういう曲だって振り切ってたんですけど、たまたまなんか ADA の方にそれではあのバックダンサーの皆さんこちらですって言われる。待ってみたいな。あ、そうか。じゃあ何キュートはこのなんかその2人で。うちらがだから愛の手役っていうか、愛の手役バックダンサーだと思われたみたいな。2人と4人みたいな。帯同させてもらってますみたいな。しかもなんかすんなり言われたから、うん、え待って今何が起きたみたいな感覚になって、ちょっとびっくりしました。まあ切ないわな。っていうかちゃんと覚えててほしいよね、はい、せめてね。せめて。あとばあちゃんよくねあの名前を間違えられちゃうんだよね。萩原が、萩原と荻原を間違えられる。あ、そうね、あるあるだね。言いづらいっちゃ言いづらいんですけど、まあまあまあ、確かにな。まあでもやっぱこうさ、やっぱりこうメンバー全員の顔と名前とが一致していくってやっぱ相当やっぱな。確かに、なかなかハードル高いもん。グループでキュートとか覚えられるよ、ね、キュートとかベリーズとかさ、そういうのはこうなんかね、なんかアップアップとかさ、こう塊で覚えられるけど、じゃあ一個一個一人一人の個性までってなってくるとやっぱファンの人はね、好きだから追いかけられるけど、そうよ。やっぱ俺だって今何やっぱまだ地方とかでロケやったりとかしてたりとかすると、あのなんかで結局何人組だったんでしたっけって言われたりすることまだあるよね、おばあちゃんとかに。まあ、だから TM レボリューションっていうのは何だか分かってると、であんたよう出てるけども他のコーラ誰だみたいな。あんま見えひんなあんた以外のコーラ。いや僕だけなんで大丈夫です。はい、それ他の答えがこちらになってます。初ライブで音響さんに言われた声出してる。そんな言われた。そう、あの結構あの皆さん音響さんにも、うん、マネージャーさんにも、音響さん PA ね、はい、あの、スタッフさん、あの監督さんとかにみんな結構言われて、中島声出してるって言われて、その時、あのもう性格自体も消極的な感じで、消極的消極的な燃えろ。消極的な消極的な感じで、そこの声がちっちゃかったんですよ。ぶっちゃけさっき萩原さんとも変なことあったからね。俺触れなかったけど、流したけど、私今通じてなくて何て書いたんだろうね。で、うん、歌ってって頑張って歌ってるのに声出てない。そうかそうか、もう萎縮してるから、うん、いやもうね、私なんてって気持ちでやってるから声も小さくなるわな。出てないって言われて、でもう一回同じ曲流れて、もう一回歌わされたんですけど、やっぱ出てないよねみたいな感じで言われて、頑張って出してんのにみたいな感じで悔しかった。けど本当に出てなかったみたいです。今思えばね、今思えばね、まあそういうこともあるさ。だってやっぱな、だってちっちゃい時にさ、そんなさ、なんかさ、いやなんかダメかもねみたいな感じで扱われたら、そりゃ萎縮するよ。なんか確かになんかこう引っ込み思案な感じで、なんかなんかの劇みたいなのをこうライブ中にやったんですよ、でセリフが出てこなくなっちゃった時に、その場で大泣きしてはけてっちゃったんですよ。やらかしたね。取り残されたから、ね、泣き始めて何回もその前のセリフを言って思い出させようと思って、はけてっちゃってえどうしようって思ったら、またもうセリフ聞いてもらってそのハロプロの中で の, そのなんか舞台ってなんか阿部なつみさんと安田圭さんのなんかあちいち気を覚ますんだみたいな、私たちの結成を発表した一番最初の本当にしてた、はあ、なんかかなり長いセリフだったしね。あ、まあね、まあ、うちうちならねまだなんかそれもね仕方ないな中島だもんみたいな、そんなのはあるかもしれないけど。いろいろあったね。はい、続いての質問こちらです。この世界に入って経験した一番の修羅場は。知りたい。その答えこちらです。いろいろあっただろうけど、はい、人生初めてのネイルで朝6時からマネージャーと口論。矢島さん、あれだね。口論っていうか、もう私はもう太刀打ちはできないんですけど、
高校1年生の時、うん、それこそあの初めてこうネイルみんなこう周りがしてて、まあまあそうね、してみたいって思ったんですよ。なあね、だってピアス開けてみたいとかネイルしてみたいとかあるもんな。でなんかこうピンクの薄いピンクの感じだったらあんまりこう地の爪と変わんないかなと思ってこうやってきたんですよ、うん、でそれをやって次の日撮影だったんですけど、朝こうあそういえば一応言っとこうと思って朝にこう写真を撮ってこんな感じに伝ってきましたみたいなのを医者さんに送ったら大激怒されて、今から落とせって言われて、私あでも時間がもう本当に朝で、ジェルネイルだったんだよね。そうそうなんですよ。あじゃあもうやっぱりそれね、やっぱ専門のやっぱりとこ行かないと落ちないし、で私しかもやったことがなかったから、うん、どうやって落とせばいいかも分からず、うん、なんかどうしようと思ってとりあえずドン・キホーテに行って、うん、朝6時、うん、あの落とすやつを買って、で落ちたの、もうなんとか頑張って必死に、すごい、え削るしかなくない、もうそんな感じですもん、ガガーみたいな感じで地爪ボロボロになるよ、なっちゃいますよね。それでなんかこうまあ怖かったんですけど、まあ会うじゃないですか現場で、うん、めっちゃ怒られて、なんでそんな怒んの、だってあのその撮影の雰囲気、こういろいろスタッフさんが考えた雰囲気と全然合わないからっていうことで怒られて、そんな行く、そんなか今、結構その当時でも全然まだ高1って言ったらデビューしてちょっとぐらいなので、ああだからまだ誰か、どっちかというとキュートはまだ本当に少女っぽい感じで売ってるから、あんまりそういう大人っぽいそういう要素が入ってきてほしくなかったんだろうな、うん、はい、私なんかこう清楚な感じのこう写真も、うん、そんな感じだったんですよ。そうかそうか、はい、なるだけもう爪ももうこの白い部分が見えないぐらいまで深爪するぐらいの状態の方が良かったんじゃない。もうすごい怒られて、ね、もう多分な、その人の怒り方も超怖くって、あの私にはぶつかんなかったんですけど、椅子とかバンみたいな怖いと思って、私そっからもうロケ現場まで行く時も一切口を聞けずに、今日も全然何もしてないもんね。今日何も、もうそれからまぐちゃんもうそれ以来から、ずっとしてなくって、私たちとかするようになったんですよ。で、まゆみちゃんにやりなよみたいな、いやいいやっていうか、いやもう大丈夫でしょみたいな、もう大丈夫だよって言って、最近マニキュア塗るようになったんですけど、最近ちょいちょいマニキュア塗るんですけど、あのさ、それさ、そのトラウマとかを通り越して PTSD って言ってた。 PTSD じゃないよ、 PTSD じゃないよ、バカ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 バ PSP って言ってくれたらいいか、まあいいや、まあいい、まあいい、まあいい。続いての質問こちらです。お仕事の中で面倒くさいことは？お前言っちゃダメなことや、仕事で面倒くさい、なんだ、その答えこちらです。ハロプロライブで立って待って、お母ちゃんわかるけどね、お母ちゃんわかるよ、わかる、好きっすよ俺ね、いやいやいいんだけど、いや好きって言うなお前もう俺お母ちゃんたまに心配になることたまにあるからね俺言ってないけど、いや本当にこれを話せば分かってくれると思うんですよ。誰でもやっぱ人数がめっちゃ多いと一人一人の立ち位置を言われるまでにもう20分ぐらいずっとなんかこう待ってなきゃいけないこととかあるんですよ。いやていうかお母ちゃんに最近そのなんか、はい、なんかね、はい、若い頃の味噌ののフレーバーを感じますよ。そうなんです。でもこれは本当にみんな思ってるでしょ、うん、だからなんかもう本当に長いんですよ。で先生によってやっぱこれ変えようかなとか言うとまた丸1時間かかるでしょ。あまあまあね、まあそりゃそうだけどさ、立ち位置つけるのにね、な確かに人数も多い、仕方ないっちゃ仕方ないけど、でもなんか座るわけにいかないじゃないですか。まあそうね、教えてもらってる時に座るわけにいかないから、ずっとなんかこうもうなんかしっとりなってなってお母ちゃん、なんかお母ちゃんそういうのなんか感じる時ありますよ。ここのスタッフクソやわ。言ってないよ、思ってんの、思ってない、思ってない、てか外じゃないか、うちが、うちか、あそうですね、本当にマジうちのマネじゃクソ、思ってない、ダメだよ、いやいやいや、ゲストやね、でも全然思ってないですよね、感謝してきてもね、大好きだもんね、立つの大好きだね、そうだからこれからも足鍛えていこうって思って、あなるほどね、いやいいよね、そう、おいおい、いやいいよ、はい、その他の答えこちらです、はい、
交通費の精査あれだと重いし交通費の精査は本当に貯めちゃいますね私は。あまあでもねこれは貯めちゃダメよやっぱり。まあでも通貨ねそこをやっぱりやってるっていうところがまあ会社がちゃんとしっかりしてるってことでもあるんですけどね、うん、だって返してくれるわけだからそうだから自分のためなんだよそうなんだけど、うん、分かる。えいつから貯めてる今6月あ結構貯まっておかいちゃんおかいちゃんもう帰ってこないでしょ6月と7月のは帰ってこないってやだ8月からやるよ一緒そうそうまずね6月から生産してるからそうでも似てますね似てますよねそうですねそれちょっと分かるわ本当そんな感じもうちょっとね分かるちょっと誰かやってほしい8月からまあなあそうねだっていちいち電車とかの乗り換えを一回一回タクシーならいいよ、VIP なら。だけど VIP じゃないじゃん。お前の中でタクシー乗る人間 VIP なの。VIP なの。そうだからね、ちょっとめんどくさい。そうでもないぞ。めんどくさいよね。めんどくさいね。まあ確かにな、ね、だって電車は確かに乗り継いで乗り継いで乗り継いでとかなったりとかするとさ、うん、なイベント会場ここですよって言われて自分たちで行くんですよねみたいな時、うん、ここでいくらでしょ。ここでこんな乗り換えて。はいうんでなんかここ乗り合いになってあっそうかここで切り替わるんだとかなったりとかめんどくさいめんどくさいな。めんどくさい本当にこれだ。ちなみにさなんかこうどこまで行くと例えばこう車がついてくるのはその要はこうアップフロントはえなんだろう。でもマネージャーさんだよね。マネージャーさんがいるとタクシーだよね。あマネージャーさんと一緒に行動してるとタクシーです。でもとはいえほらまあ普段5人じゃん、はい、5人いたら5人乗れるタクシーないでしょ。だってマネージャーさんいても6人じゃん。なんかもうジャンボタクシージャンボジャンボねジャンボねジャンボジャンボか。でも普段はだいたい電車とかでじゃあ動いたりとかしてるってことそう埼玉から全員もう、そうか夜が遅いと出たりします。10時半からタクシーが出る電車なくなっちゃうからねうちら、うんうね、まあまあそうねその時間はそういうことか。いやまあ大変よやっぱり。でもちゃんと書こうと思います、ね、続いての質問、うん、こちらです。心新たに最近後悔してることは、うん、その答えがこちら。弟と掴み合いの喧嘩しちゃう。おかえりちゃん。はい、本当にこれはめっちゃ喧嘩になったんですけど、旅行先で1歳の弟がいるじゃないですか。いるね、いるね。で、ずっとうろちょろしちゃうんですよ、お店の中とかを。いや、そりゃそうだよ、だって。で、もう旅行はお父さんとお母さんがゆっくりする場と思って私は行ってるんですよ。あー、なるほど。うん、そうか、うん。どっちかって言ったらね、うん、なんかまあ、ねえもしかしたらまたそこでねまあそれはちょっとも勘弁してほしいんですけどでもなんか、うん、だから面倒見てたんですよずっと、うん、もうご飯もあんま食べれなく、うん、弟の面倒ずっと見てたんですけど、うん、その他の兄弟2人が、うん、ゲームをし始めたんですよ。あでおいちょっと待てと思って、うんうん、お前らお金払ってないやろって思って、うん、まずできることやろうよって思ったんです、うんそしたら、ね、言ったんですよ、ね、面倒見なさいってそのばっかりご飯食べてないから面倒見てせめてな、うん、せめてお前らだって父ちゃんと母ちゃんのせっかくのな休みでこうゆっくりしてもらおうと思って来てんだから、うん、お前らが何もしないでどうすんだとそう、うん、だからちょっと来てって、うん、こう順番に見ようよって、うんうん、したら八つ当たりって言われたんですよでいや八つ当たりじゃねえだろって言ったんや怖いそう八つ当たりじゃねえだろう考えてもしたら始まったよみたいな雰囲気を二人で出し始めたんですよ。何それそれねまたねそれ海外のこれと思ってでえママさ視察悪いこれってしたらいやとりあえず面倒見ててってえっと思ってずっと面倒見てたのその日、うん、でついにほぼおかえちゃんの子供だもんねでついに弟にもう携帯取り上げて、うん、したら取りにかかってきたんですよ、うんうん、でこうポンと押したらこうポンってなってうわーって急に盛り上がったねそうなんだよってなって佐藤やめなさいってママから言われて、うん、なんで佐藤なのと思ってうもうそのまんまもうみんなとは旅行行かないとか言ってお姉ちゃんは大変だねいやほんと大変家族の愚痴はここではやめてお願いだから本当に大変だったね
もっと外に出せる話題、なんかもうどうしようもないもんだって家族の話題じゃんそれも。いやだからもうちょっとしっかりしてほしいんですよね、うん、弟と妹には。ちなみに弟はいくつ？は16です。あ、反抗期。まあまあそうな、なかなか。しかも長男なんで、なんか長女にこうかかってきたいのかもしれないけど、うん、そう俺の方が上に立ちたいみたいな。まあまあまあな、そう男だしな、うん、その感じが最近ちょっとムカついてます。でも逆に言うとさ、やっぱ弟にしろ妹のにしろ、やっぱり姉ちゃんがさ、はい、キュートとかだったりとかするっていうのでさ、うん、なんかこういじられたりとかすることもあるんじゃないの？あるのかな。どうなんだろうね。いや結構。ちなみに兄弟いる人？みんないます。あ、全員いる、はい、お姉ちゃん、お兄ちゃん？お姉ちゃんがいます。お姉ちゃん、はい、お姉ちゃんと妹。ああ、間、次女ってこと、はい、じゃあ、姉妹じゃあ、3姉妹？3姉妹ですね。おー、うん、わ、お 姉, ちゃんお姉ちゃんだけです。お姉ちゃんだけ、はい、姉妹だ、うん、私兄が2人、成功です。そうなんだ、はい、あ、で長女ね。そう、まあまあそういうことになるよな。そうなんですよ、そういうの分かるわ。で鈴木愛理ちゃんが長女なんですよ、うん、ああなるほど。気持ち分かるかなと思って話すと、もう弟が可愛くってみたいな、もう弟大好きなんですよ、うん、だからちょっと。兄弟いる？一人っ子です。あ、そう、あ、そうなの、意外。そう、お兄ちゃんとかいそうって言われる。いや、いそう、全然一人ですね。へえ、うち三人兄弟。長男。長男なんですか？長男。でも長男っぽい、なんか。今さっき驚かなかった？冷静に見られてる。適当なんか長男っぽいな。はい、続いての質問こちらです。うん、今後の人生設計を教えて。あ、まあでもそれはね、やっぱキュートでやっと武道館もできました、はい、ってなったらもう上り詰めていくしかない、うん、もうね、この、ね、もうだってキュートとしてデビューして10年だっけ。はいはいね、はい、そうですね、ありますね。いろんなことがあってね、もう心に闇を抱えPTSD になり急に弟が増えね、そうなんですよ。2人でユニットで出れると思ったら全然全然なくなってそんな、はい、キュートの皆さん、さあさあさあ参りましょう、はい、じゃあ矢島さんから。じゃあ、全員で1枚目めくりましょうか。ステップ1、はい、お願いします。でれん、お、矢島さんは25で運命の人と出会い、27で結婚。25ってことは今からあと3年後ですね。え、え、もう、え、23? 22です。 22? あ、4年後か。まあ、なんでや、計算だよ。あれやってなる感じだった。やばい、適当が出た。まだちょっと今座ってるんだよ。いや、もう、まあ、すいません。前の4人巻き込まないでください。2人の時だけです。前の人には何があるんですか。でもう画面あれで止まってしまったもんね。リラックスした画面はポンコツ。色文字やめて、ポンコツ。まあまあ、じゃあとりあえずあと3年、ね、運命の人と出会うということで、とりあえず止まってんの。どんな感じ？あ、ほんと放送は止まってない。了解です。で、27歳で結婚。はい、はあ、27か8までにはしたいなっていうのはあります。いや、でもなんか考えても、でもあっという間じゃない？だって。いや、そうなんですよ、ね、あと5年じゃん。つなったらさ、それ会社の人は許すのかね。どうなんでしょうね。まゆみちゃん心配だな。また心配？心配。まゆみちゃんはいい人に出会ってほしい。絶対かっこいい。いい人に出会って。騙されたくない。なんか浮気されそう。ちゃんと見極めるから、そういうところ。本当？だって。おかえちゃんは何？私23歳で結婚して、もう間もなくじゃねえか。29歳で離婚するか揉める。やばい。そこ想像してんのね。一回は揉めそうだなと思って。離婚まで行かないでよ。離婚まで行かないで。でもしそうじゃない？あ、しそう。しそう。そんなことないよとは言えないかも。なんかしそう。子供だけは守って連れていければいいかなみたいな。なんかすごい親だな。キャバクラ嬢かも。なんだ。もうさ。いやでもなんか分かるわ。なんか揉めそうな感じはする、うんうん、そうだから。っていうか、あれ、もし彼氏とかできたりすると、はい、イメージでいいけど、こうなんか連絡は揉めに欲しいタイプ、やっぱり。どうだろう。いや、するべき時
時にすればいいかなみたいな。ああでもそういう、うん、そういう系なんかずっとメール返さないもんね、ちょっとあんまり。いやいや、めっちゃ頻繁でしょ。あ、なんだろう、ちっさーって結構重たそうなイメージあるんだけど、なんか重たいよ、いや、そういう気がするの。なんかこうさ、いや、重たいっていうか、まあ、好きだから、うん、好きだからなんか今からお風呂入ってきます的な。え、そんなこと言わないと思う、いちいち。本当、はい、なんか送られた方でみたいな。でいや、でもするべき連絡さえしてれば。あ、そう、うん、ならまあまあ、じゃあいいか。はい、うん、ちゃんと。じゃあ揉めないんじゃない、そんなに。うん、揉めないですかね。まあ揉めないのを想像して生きていきたいです、本当は。そうだね、うんうん、さあ、そんな中で中島さん、はい、は27歳で結婚し、30歳で出産して子供は2人。ああ、じゃあ30歳に初産して、その後すぐ結構まなしにもう2人、もう1人ぐらい生まれる。はい、はい、そうですね。サイっつって、はい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 、27って、まあまあそうか。なんか27っていう数字が結婚のタイミングっていう、なんか知らない理想がある。でもそういうのあるよね。ちょっと昔から23ってなんかイメージ、前もイメージが23ぐらいがいいかもしれないみたいな、なんか。まあまあ自分の中でなんとなく決めるのは別に悪いことじゃないからね。で、私も23で結婚です。早いね、みんな。27か23の、ね、23って聞くと私が22だから、なんかそう。でも真由美ちゃんの年は今近いけど、ね、前結構遠いので。まだ何年かある、ね、確かに18今。そうそうそう、そっか、あと5年後。いや、でもつったって、なんかお前そんなのあんま言わないほうが、会社の人間もさ、あと5年かと思ってやるから。なんかもうどんどん気持ち離れちゃうよ、それ。まあでもね、どうなるか分かんないから、理想っちゃ理想だからね。はい、そうですね。はい、はい、2枚目いきましょう。ステップ2参りましょう。じゃーん。矢島さんは28歳で出産し、子供は兄と妹の2人。はい、なるほどね。2人がいい。いいね、2人。まず2人がいい。まあまあまあ、そうです、2人ぐらい儲けてほしいですよ。で、なんかこう、お兄ちゃんが妹の面倒を見てほしいなって思います。逆だとあるんだけどね、一姫二太郎っていうのは、最初が娘で、その次が男の子っていう。女の子の方がやっぱ丈夫で、病気も少ないから。そうなんだ。そう、最初に女の子で大体の子とシミュレーションして、で男の子を産むと、まあ男の子ってやっぱ弱かったりとか病気とかなりやすかったりとかするから、知らなかった、うん、っていうのでね、一姫二太郎って言うんですけども、はい、なるほどね。なんだよ、なんで書いたの、おいおい。おい、お母ちゃん、もう35歳でまた揉める。まだギリギリ続いてる。もうそう、まだギリギリ続いてるの。そう、またなんかここら辺であったことが、もう一回なんかその男が油断した時に、また同じ時に男が油断して、そう、このことがなかったことになったぐらいの時期。まあ6年ぐらい経ってるからね。そう、6年ぐらい経ってるから。うん、なんかもう。もうあの頃のことは別に、なんか言われないと向こうも思い出せないぐらいになってて、うん、うん、で、なんか、なんで忘れてませんけど。あの時のこと忘れないけどみたいな。また揉めそうだなみたいな。重いよ、重いよ。いや、チャラにしようよ、もう。もう6年も続いたんだから。そうだよ、確かに、ね、頑張ったね。6年おきに来るのね、結婚して。そうそう、でもそうね、やっぱね、はい、次、中島さんは、はい、老後は自然に囲まれたところに住み、孫の顔は見たい。あ、もう老後になってるね。まあ、ね。時差がね、結構ね。ありますね。時差じゃねえ。時差じゃねえ。なんかもう、過ごしてないですか。でもなんかやっぱり、え、だって今実家って、だって。埼玉ですね。だって、たら埼玉よりもっと、じゃあ、自然のあるところとかに行くってこと、うん、そうですね。なんか自給自足とかしてみたいとか思います。へー、畑でしそう、すごい、うん、なんかおばあちゃんになったら、へえ、いや、でもなんかそういうのいいね、うん、なんかさ、化粧品あの開発して一発当ててやるわみたいな。怖い、水筒とみたいな。なんかジェリーみたいなので当ててやるわみたいな。そういうのないよね。はい、もういいね。なんかそういうのいいな、なんかそういうのホッとする、うん、なんか、うん、そうですね。じゃあ、萩原さんは25歳で出産。まあそうか、まあね、2年ぐらいはね、夫婦で、そうだよね、はい、ちょっと旅行行ったりとか、うん、ね、2人でゆっくり、いきなり出産ってなるとさ、そうですね、さすがにそうだよね、大変かなと思って、うん、ここだからそうだよ、27歳で結婚、28歳で出産だと、はい、結構それまでに長いことお付き合いしないと、もっと遊びたいって思うかもしれない。3年欲しいんですよ、結婚までに。ああ、じゃあもう付き合ってなきゃじゃん。
もうそろそろ25で出会って付き合って、あーそういうことか、ちょっといろいろ本当にいい人かなっていうのを見たいです。うんうんうん、はい、本当に、まあ、難しいよ、ね、難しいのかな、ね、じゃあとりあえず最後ステップ、はい、はい、萩原さんからいきましょうか、はい、せっかくだから萩原さんどんな感じステップ85歳で死ぬ急やわ、特定すぎすごい急どうしたそれ、その中身聞きたいのにあ85なんか死にそうな結構でも長生きですよね、長いですね、まあ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 、孫の顔も見れて孫の子供も見れたらみたいな、あ、ひ孫見れたらみたいな、そうかそうかそうか、う結構ね、そういうところまではちゃんと見届けたい、見届けてから死にたいなみたいな、まだ18でしょ何年先の、中島さんは、ね、中島さん、はい、家族に見守られながら死ぬ、やめようよ何歳もうやだもう何歳か書いてなかったね、そう何歳っていうのさすがにちょっと怖いじゃん、あ本当か、ま、1から2まですっげえ時間かかってるけど2と3早いな確かにまあでもそうだね、自給自足の生活だでしょ、だからそうなるとさ、はい、やっぱりこう家族とかも近くにいて、はい、ね、娘とかも息子なんかもいてもなんかあんまり離れたところにいない、そうですね、自分が危うくなったら上のところに寄りすがります、寄りすがりますよ、日本語でクリアもなってもまあでもね、家族がいて、はい、ね、だからほら、なんていうのほら、ムツゴロウさんの家族みたいなさ近くに住んでね、なんかなんとなくみたいなことはいいかもしれないね、で、矢島さんは、私は幸せを感じながら87歳でエミリーあちょっと長生きするんですね、うんうん、ちょっと、ね、しかもなんか言い方綺麗、言い方綺麗87まで行きたいな、あまあまあ、ね、はい、いや87までもだいぶね、うん、確かに、うん、そうだ、なんかその鈴木愛理ちゃんに、うん、何歳まで行きそうって言われたら87歳ぐらいって言われたんで、87歳は行きたいなと思う、その愛理ちゃんはなんか見えたりするの、はい、いや、見えたりしないです、ただ何でも私を見てて、ごめんなさい、変な期待されちゃいましたね、適当やん、適当に言われました、はい、さあさあ、おかえちゃんですよ、そんな別にあれ最後、はい、75歳で死ぬ、死ぬ意外と早め、うん、うん、なんか私すぐ死にそうなんか行きたいって思ってるほど死にそうじゃないですか、なんか私行きたいんでだから死にそう、なんかいや私行きたいんでだから死にそう何それどっちのよ、なんか死にそうじゃない、いや俺ね最近こうなんかまあそういう話題になったりとかするときにすっげーいつもさ人に聞いてるんだけど、なんかさこうまあ死にますよ、はい、この先どっちタイプ、どっちタイプ、だから電源抜かれてはいおしまーいのタイプか、はい、終わりました、その次次まあほらふわーっとこうまあ霊になります、はい、次行きますみたいなタイプか、はい、どっちどっち派、幽霊になる、はい終了っていう、えそれ幽霊になってさまようと思う違うんだから、ね、その先があると思うって、その霊魂はありますか的な感じ、先あってほしくない、 あると思う、あのさよくあるじゃん、あの天国でまた会おうねみたいなやつ、幽霊はいるかもしれない、そうそういうやつね、そういうね、うん、待ってる待ってる、私待ってる待ってる、上に行って待ってるよ、先に行って先に行って、でもなんか千里先に呼ばれたら行けそう、一回体験したことあって、なんか死ぬ一瞬パッて明るくなって一回抜けた瞬間があったんですよ、霊感があって、はい、その時に思った一言が私何も分かってなかったっていう小学校の時のエピソード、どういうこと、何なんそれ、何よそれ、死ぬ瞬間ってだから結局何も分かってなかったって思って死ぬんやろなってずっと思って生きてて、どういうこと、何が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 抜けたんですよ、で抜けて上に行ったから絶対だからあるんやろなみたいな、あーそういうこと、何があって抜けたんですかね、分かんないです、でなんで戻ってきたんだろう、分かんない、一瞬多分連れてかれたんだ強いやつに、で親も言うじゃん強いやつに、強いやつに、強いやつに、いや俺はす俺全然霊感とか何にもないの、はい、すっごい、でももうでもなんかね本当に怖がりなんだけど、はい、怖がりだからこそいてほしいな、見たことないから、あ、霊感ありますけどね、
ミユさんも分かるんですか？俺何にもないよ。いや、ある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 。霊感ありますけど。ないこと、ないこと。ありますよ、おばあちゃん。え、そんなことないですか？いや、ほんまに。やめろや。怖いから。怖いよ。いやいや、おじいちゃんちゃうの？おばあちゃん、女の人。え、なんでおじいちゃんちゃうのって、おじいちゃんって言われたことあるってことですか？言われたことある。なんかその守ってくれてんのおじいちゃんって言われたこと。おばあちゃんみたいな顔しておじいちゃん。え、なんでそんなやつなの？え、一光さんみたいな。え、怖いよ。あ、そう。え、すごい見えるの。どっちから来てんやろな。うちの多分、ん、来るとしたら父方のばあちゃんかな。違う、おばあちゃんじゃなくて。おばあちゃん。おばあちゃん。おばあちゃん。へぇ、どっちなんやろう。へぇ、すごい。どんな感じ？ええ感じ。ええ感じ。いや、なんかもう適度に距離保って見てる感じ。ああ、じゃあまあ微笑ましく。でも、え、ってことはあるってこと？この先あるんじゃないですか？おー、マジか。すげえ、俺こうやって。すごい、どうやって見てるんだろうね。私もどうやって見てるかわからないんですよ。え、ここも見えます？ここの後ろもあんま見えへん。え、ちょっといっぱい、いないと思う、誰も。あ、なんか動物いっぱい連れてる。うわぁ、連れてる。怖いんだけど。いや、いないんだけど。なになに。わかる、なんか動物でしょ。しかも小動物、ネズミとか。わかる。なんかよ、ネズミいるか。なんか、なんか頼もしく生きていけそうじゃない。頼もしく生きていけそう。ネズミのやつだと思う。え、ネズミ。ネズミってなんかもののけ姫とかにいる小玉みたいなやつ、こいつだってやつが。どうしよう、寝てたらなんかそこにいるかもしれない。いつも一緒にいるんじゃない？でも嘘。え、感じたことなかった自分的には。いや、でもすごいな、なんかそういうのあんの。すごい、久々にこういう話したら一気になんか開きますね。へぇ、そう。全然してなかったけど。だってさっきより目開いてるもん。関係ねえよ、関係ねえよ、お前の気持ちの問題だわ。はい、ということで、はい、もうね。そうなの。ね、びっくりした。はい、いやもう雑やわ。曲ね、曲いきましょうか。曲の紹介、ご本人からお願いします。お願いします。はい、ですね、11月19日にキュートの26枚目の両 MA シングルがなります。はい、はい、今回は両 MA シングルということで I Miss You、The Future の2曲になっているんですけども、はい、じゃあ曲はどんな曲か、じゃあちょっとメンバーに。はい、あの I Miss You っていう曲はですね、三重奏みたいになってて、はい、歌詞が3つに分かれてて、こういっぺんにこう3グループに分かれて歌うみたいな感じになってるんですよ。で、歌詞を見ながら聴いていただけると、はい、すごい分かりやすい曲だと思います。了解でございます。じゃあ曲紹介をお願いします。はい、はい、それでは聴いてください。キュートで I Miss You。大人になった髪も伸ばした、恋も覚えた、失恋した母との喧嘩激しくなった、男友達意味なく増えた、好き、私のことは自分で知った、未来のことも早く決めたい、彼氏だっても信じはねさせない、後で後悔したくないから、
昔の一緒にあのこの今のさキュートのこう、ね、大人っぽい感じのビデオとデビューしてまなしぐらいのさなんかもうあのどなんかもう本当に子供たちみたいな子供たちを無理やり踊らせていますみたいな感じで一緒に見たいわ比べてみたいぐらい本当に随分大人っぽくなりましたが、はい、さあそんなキュートからお知らせですか。はい、はい、先ほど聴いていただいた I Miss You と The Future という曲の両 A 面シングルなんですが、再来週の水曜11月19日にリリースになります、はい、うん、じゃあちょっと The Future の方を、ね、見ていただけなかったので、じゃあまいちゃん曲は。はい、わかりました、はい、The Future の方はなんかダンスはいつもこうキュートもっとこの曲よりも I Miss You よりも踊ってるんですけど、うん、歌詞はなんか強く生きようみたいな。なんで振ってんあいつもっとまともに聞いたやつ言えよ。もうだから頑張ってもらいたい。さあそして、はい、そしてこのシングルのリリースを記念してイベントも予定されているので、詳しい情報は上コメントのリンクをチェックしてください。キュートコンサートツアー2014秋、はい、モンスター、そうです、はい、今キュート2つのツアーをやっていまして、はい、うん、そのモンスターツアーと、そのモンスターツアーはですね残り2カ所ということで、日本武道館の公演と大阪公演を残すのみとなっています。そして全国のライブハウスを回るナルチカツアーというツアーも開催中です。うん、はい、このうちのちょうど一昨日発表したドライヤーの名前モンスターって、ファミリー、そうそう、やめてもらっていいですか。キュートのモンスターな一面を見てもらいたいと。さあさあ、はい、西川さん、はいよ、はい、私の方はですねこちら、今日もこのこっち側からか、前回もお知らせしましたので TM レビューで初めてになりますファンクラブ限定アルバムが今年のクリスマスイブにリリースになります、うん、このアルバム今年の夏に行ったファンクラブ限定ライブの模様を音源化するもので、11月いっぱいまでにファンクラブに入ってくれた人までは購入可能となってます。リリースは12月24日クリスマスイブでございます、うん、そして明日は広島で行われます NHK の歌謡チャリティーコンサートに出演させていただきます。さらに来年の2月に行われる、戦国バサラのねバサラ祭りへの出演も決まっています。2月1日でしたね、チケットなど詳しい情報は運営コメントにチェックしておいてください。よろしくお願いします。そして、はい、今日もこの後家飲み終了後に家飲みの長いおまけコーナーゲス飲みをお送りします。このチャンネルの放送はゲス飲みは有料の会員登録が必要なんですが、オープニングから少しだけ無料で見られますので、ぜひ運営コメントのリンク先のチェックをよろしくお願いしたいと思います。はい、マサさんは、うん、私 DIVA がですね、うん、ラストアルバム昨日11月5日にリリースになりました。そして ありがとうございます。リーバーラストライブが11月30日幕張メッセにて開催されますので、ぜひこちらもお越しください。なんだかんだでね、あっという間に月末ですよ多分。そうですね、あとまだいいですか、なんかいっぱいあるんですけど、いい11月6日今日ですね23時から光 TV 理系の人々のドラマに出ます、うん、あと11月12日21時30分からカップルキッチンゲストに出ます。11月19日 BS11 住之江ボートレース中継20時から生放送です。いろいろやらされてるな。やってます、いろいろやってますよ、いやでも頼もしいよねこうやってやってるのはね、経験を積んで。俺もそういえば多分まだ来週かな、11月の10日、うん、いつだったかな、なんかまだこの間も NHK のあの日曜日のなんか経済を扱う番組にドラマにいただいてちょっとお会いしましたけれども、でもなんかまあそういうのもありつつ、みんなねいろんなことしながらね強く生きていきましょうよ、はいはいね、さあさあさあということで、はい、次回の家飲みは11月20日木曜日夜10時からゲストは近日公開します、うん、はい、お願いします。ということで今日はね1人かけてたけど、はい、またね5人揃って遊びに来てください。ぜひよろしくお願いします、ね、その間にねなんかまあね、おばあちゃんのところは何が起きるのかまたお知らせできます。それ困っちゃうよ次来た時にまた1歳の子が
ございます。死守したいと思います。そうね、はい、よろしくお願いします。ということで今日はキュートのみんなが遊びに来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。今週はここまで、また再来週でした。バイバイ。